競送場、シュボ場である。2004年のクリスタルカップの勝ち馬。馬名は冠名に、母大器クリスタルにちなんで、クリスタルガラスのメーカー名、バカラを合わせたもの。2002年、大樹ファームのクラブ場として一口18万円200口の、総額3600万円で募集された。募集時のアピールコメントは、気象は素直で、人の言うことをよく理解する、賢い馬だった。 2003年11月、東京競馬場での新馬戦でデビュー。集団待機からゴール前の接戦を制し勝利を飾る。2戦目のダートでの500万した平場戦も2歳レコードで勝利。添え気味で3ヶ月半の間隔が開いたが、年明け初戦のクリスタルカップも、スタートから、安城の海老名真っ最シが手綱を持っていかれたまま、逃げ切り勝ち。デビュー以来無傷の3連勝で、 重傷勝利を飾る。続く NHK マイルカップでは前向きすぎる気象が不安視され単勝5番人気にとどまる。レースでは戦前の不安通り抑えきれずに逃げを打つ形になり、直線粘りを見せるも残り200メートルで力尽き、11着に大敗した。その後、距離を短縮し、臨んだ。 ファルコンステークスでは一番人気に支持されるが、出遅れて後方からの競馬になり、見せ場なく13着に大敗。ダートに矛先を変え、クラスターカップに登録するが、管理調教師の土田のおルが、名義貸しの防止を怠ったとして3ヶ月の調教停止処分になり、大久保陽吉急車に一時点馬やする。ファルコンステークスから馬体重をログラム増やしての出走であったが、 逃げ粘れず7着に敗れた。しばらくの休養を経て、2004年のケヤキステークスから、復帰し2着に逃げ粘るが、高級戦となったタフバイでは再び大敗。北陸ステークス4着の後、脚部不安のため放牧に出された。その後は出走することはなく、2007年10月18日付で、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消された。2008年から、 日高スタリオンステーションで種ボバ入りするが、初年度は種付け等数が5等にとどまり、同年7月に同スタリオンステーションをタイウマやした。2009年より浦川町のグラストレーニングセンターでつなぎをされている。母大気クリスタルは中央競馬で走り8 0 0勝。当馬と同じく新馬勝ちの後、2000目の500万下を圧勝している。 兄弟は中央競馬で5頭登録され、2頭が勝ち上がっているが、目立った活躍馬は出ていない。ありがとうございます。